はい、西君です。今回はですね、初めてのデッキ紹介をしていきたいと思います。紹介するデッキはですね、お気に入りのディープ TF って書いてますけど、まあ BBG さんがターボディープとして紹介していて、でちょっとそれにアレンジを加えて、具体的には船の墓場をフタチックショックに変えたのと、まあ戦い方がちょっとね、人によってこのデッキ全く変わってくるんで違うなと思ったのと、の2点なんですが、はい、本来ディープは魔王界と組んでシャドウワイル型なんですけど、ツイステッドフェイトと一緒にやっていきます。で、まあツイステッドフェイトと一緒で、かつビルトワーゾーンになってます。で、勝ち方としては、まあ言うまでもなく TF がレベルアップしたら強い、ごちゃごちゃおもちゃ箱にサルベージがあって、で、まあね、あの入れ替えたというスタティックショックとか、あとはイザナイも引くだし、どんな駆動もカード引くし、カード引く手段が多いんで結構簡単にレベルアップができるというのが強みで、ただ、ディープなんで、かつ回復、普通のディープと違ってこのデッキは回復手段がないんで、とにかくアグロに弱いんで、まあレッドカードとかイエローカードを使って完全にブロッカーとして使うこともある。そうした時は、レベルアップを狙わずに逆で、とにかくディープを早くさせてノーチラスをとにかく早くレベルアップ状態で出すこと、まあ7ラウンド目に結果的にはあるけど出すことを目標にした戦い方。普通と違うのはミッドレンジよりコントロールってほど遅くないんですよね、この人は。で、ノーチラスレベルアップターンを出して、この辺、怪獣は2枚しか入っても、2種類しか入ってません。なんで、この辺を並べていくデッキです。ただ、普通のディープと違って、ワンターンキルをこのデッキは非常に狙いやすくて、というのは、手札ドローする、調整するカードがやたら多いんで、簡単に手札が10枚ぐらいになっちゃうんですね。逆に手札が溢れて困ることがあるぐらい。なんで、ノーチラスと、イザナイによって手に入れた、この、目と、鈍色者、深淵の目か、と深海の鈍色者の2つが、だいたいね、怪獣5枚ぐらい手札に揃ってるっていう状況があるんで、イルーシブ3体並べて、メスティックなり、1個ぐらいダイレクトで通って、ネクサスアタックができて、20ダメージ超える方法と、この、同色者を使って、相手のカードを除外して、空にした状態、もしくは、フィアサムが通用する相手だけ残った状態で殴るっていう方法で、結構、ワンターンキルが気持ちよく決まるデッキになってます。まあだからね、勝ち方が、TF レベルアップ優先と、とにかく早くディープ戦略と、あとはワンターンキルしちゃうのを狙っていく、手札調整しながらっていう3通りがありまして、まあ苦手なのはとにかくアグロ。アグロは TF をブロッカーにしてまで守ったりとか、まあドレッドウェイが結構便利なんで、2回分のブロックができるんで、とか、あとはまあ火薬だろう用意してスタティックやメスティックで除去したりってやり方をするしかない、でも回復がないので頑張らなきゃいけないっていうのと、まあ言うまでもなくノーチラスを除去するカード、破滅とかやられがね、絶好調の時にやられると辛いんで注意しなきゃいけないのがあるんですが、ただディープ通常のディープに対しては結構有利だし、デマーシアにも全然勝てるし、流行りのセジュアニアッシュも、相手がよほど展開が早くて絶好調でなければ、うん、まあまあ、勝てたりします。特別むちゃくちゃ不利なデッキはない。とにかく相手のアグロが絶好調だと負けるっていうだけなデッキになってます。詳しくは、動画概要欄に、コードを載せているのと動画を見ていただければと思います。
YouTube を混じっていこうと思ってまして、 YouTube のネタになる体質もできればいいなと思ってるんですけど、ルシアンフィオラ、デマーシャーは比較的戦いやすい。まあこの2体は重要なんで取っといて、案外同色者も使えるんだけど、イザナイを使ってから出したいんで流しちゃいます。おお、ブロッカーがいっぱい。ゾーンの悪道で捨てたいカードはいないんで、とりあえずパス。問題ない。見つけた。ルシアン、もう出てきたよ。まあまあパス。うわー、あなたが早すぎるの。セナ来ちゃった。マジか。セナ来ちゃったよ。まあタフはつかないんで、ミスチックで確実に倒せるんですが、それでも嫌。言うまでもなくルシアンを倒すんで、セナのブロックするのに、こっちにしますか。なんのよ。デマーシャーは倒しやすいんだけど、さすがに3ターン目でここまでやられるとちょっと不安になってきた。ミスキック、パスで様子見します。フィオラまで来た。相手絶好調すぎんじゃん。ドレッドウェイで樽出してミスチックで倒せるんだけど、フィオラかマナが1個足りねえんだよな。フィオラが来ちゃう。多分でもこのデッキ、フィオラで勝つことは目的じゃないんで、そんなブロックはないと思うんだけど、ただ、タフではやられるかな。パス。ああ、リポスト持ってた。どうしようかな。まあ手札増やします。目当てのカード、これは守備力をバフされなければ勝てるし、果たし合いだけダメだな。果たし合いだけダメなんだけど、どうしよう。でもまだ間に合うからディープしてから使った方が本当はいい。TF で休憩だと。いや違う、パスで様子見しよう。マジかやべえ。あでもそっか、除外力尽きる、除外はできるんだっけ。除外どうなんだろう。まあ、じゃあこれでチャレンジャー持ってるのは厄介なんで、レッドカード使っておきます。
いいものがあるぞ。レベルアップは目的じゃないんで、ヒーローにやられても問題なし。さあ素敵。そう。エンド。この銃が。来なさい。よそ者は来ないで。除外はできると思ってるんですが、どうでしょう。うん、できるね。除外はできます。もう一体、あ、嘘、こそいた。あら、やった。フレッシュラックスだから、多分3ターン目まで何もしてこないし、そんなにブロッカーはいらないかな。フレッシュラックス。それよりも、デッキの回転率、ディープを早く達成したいかもしんない。パス。向こうも多分パス。多分パス。よいしょ。エンド。召喚される前に殴る。で、多分追悼でしょ。持ってました、追悼。OK です。で、この辺は TF が出てから使いたいんでパスします。ノーチラス。ブロック。よそ者は来ないで。で、あ、そっか、トスしてから、ブルーカードで補充しつつカードを引けます。サーペンタインの青だ。で、まあ、ごちゃごちゃ持ち箱まだ無理しなくていいし、エンド。まずは、サルベージで手札は上限までいかない。で、OK で一度様子読みをします。ごちゃごちゃ2回使えば、まあ、強引にレベルアップはもう狙えてしまう。追悼もう一回。だったら、あ、どうしよう。でも、チーステッドフェイトのドローでいいか。まあいいや、一度。これで、スペルマナー回復して、チーステッドフェイトのドローで、3枚と1枚で、次レベルアップできますね。あ、レベルアップはできるけど、手札が多すぎるか。手札が多すぎる。じゃあやっぱごちゃごちゃごちゃ箱で捨てます。どうしよう。ゾールフィッシュハンターでいらないカード出すか。生け捕りすれば稼ぎは倍だ。いや、いらないカードじゃなかった。いいカードでいっちゃった。まあでもごちゃごちゃでキノコパーティーとレベルアップ絶対すると思うんで、ツイステッドフェイトは残しておきたいから、メスキックが相手のデッキには刺さらないかな。で、おしまい。
2マナじゃ倒せないからね。もう次レベルアップしちゃいます。通常のドローとリザナイでいいかな。エンド。魔法根絶で、残り1枚なんでいざないます。熱い勝負になってきたな。熱い勝負になってきたな。で、ユニットを出してどうしよう。これでスペル1を手に入れれば2回使える。イエローカードまで使うにはこれとごちゃごちゃおもちゃ箱のコンビですね。直感をし、こっちにも。おお、ごちゃごちゃおもちゃ箱もう1枚来た。しみるぜ。で、次のターンディープもできます。メスティック兵隊前。アリバイはあるのか。さば正義はなされる。今置いとくけど、ごちゃごあ、メスティック使うか。一個はごちゃごちゃ、メスティックでこれで、それでレッドカードで倒せて、でイエローカードでスタンもしたい。この2枚でいいかな。で、ディープも完成。で、なんでこっちか、こうか。こうしましょう。OK。いやー、TF のレベルアップは嬉しい。で、次はもう7マナなんで納期出して、ほう、なるほど、まあまあまあ、ちょっとね出番があれ早くて残念だけど、一応手札にもいる、手札にいるんだけど、レベルアップした TF 使わずとも、もう次勝てるはずなんですよね。出まーしやー。次ね、面白いことが起こる。7でしょ。だったら破滅ももちろん使われないんで、まずノーチ出します。あ、そっか、復讐だけ危険か。いや、復讐今どっち入れてる人いるかな。復讐入ってる。復讐だけ警戒し忘れた。復讐あったら泣く。あった、復讐があったんで泣きます。調子乗りました。破滅はないけど復讐入れてたこの人。じゃあどんまい。まあでもね、 TF いるんで。本当はね、これポン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 ってね並んだんだけど、まあでも TF レベルアップしてれば全然問題ない。除外も OK。 いきなり殴ってきたと。じゃあまあブロックしましょう。体力は十分あるんで。食われるよりマシだ。で、どうしよっかな。この2体で殴っちゃうのもありですね。 TF 出しといての攻撃あ行動か。よし、秘密がないなら怯える必要は。習慣されるか。
まあでも TS でもノーキラスでもなくて、これ習慣してくれんなら全然問題ないぐらい。従いなさい。ほう、習慣を2枚。じゃあどうぞどうぞ習慣してください。なるほど、守るのだ。かかってこい。私の勘は外れない。問題ない。止めなくては。ああ、私は大丈夫よ。まあ習慣されるか。習慣するかな。まあおとなしく。習慣はノーキラスのために取ってるか、もしくは維持できる自信がなかったか。とりあえずノーキラスは来た。ごまねなんで、ごまね使い切ってもらいたい。魔法は根絶やしだ。これで受けます。どうしよう。多分なんか行動したいと思うんだけど。3。様子見た方がいいよな。ノーチラスはまあ間違いなく習慣してくるんだけど。ゾール。小さい船だが舐めるんじゃないよ。善が私を導く。おっしゃ。これでイルーシブに習慣しなきゃいけなくして、これも出す。ノーチラスがいなくても十分このデッキは強いです。あー、まあいいや。出しちゃっていいよね。いいかな。あんま出す意味ないか。倒れし者たちのために回復してくる。とりあえず破滅の危険性はなくなったんで。これで習慣を使わざるを得ないと。オッケー。でですね、習慣を使ってくれたんでノーチラスが出せ、いや出せなくていいか。でどうしよっかな。チーフを出しとくか。ノーチラスより。ゲーム再開だ。で、デッチもまだある。
パス。これでライフスチールさせずにスタンできるんで、破滅されたら落ち。スレッシュ。問題ない。一回ノーティラス出しちゃうか。24でこれとこれ使えるんで、ノーティラス出しちゃいます。いい気分だ。最も強いだから、これをスタンスするつもりだったんだけど、やってこないみたい。じゃあ、じゃあおとなしくやられます。で、もう2つとも使っていないか。1体いるか。本当はこれしてたいんだけど、デッキ切れになると怖いんだよな。お恵みを。いらない、来た。よかった。ツイート。全く問題ない。まあイルーシブ2体で大丈夫な気もするんですけど、いざなって厄介なライフスチールを倒しておきます。ライフスチールを倒しまして、あとはまあ何も気にせず殴れば OK。 ありがとうございました。いやー、このデッキ楽しい。全然、やっぱ強い。この人にね、僕、マジで待ちまくってんの。毎回待ちてんの。天敵です。多分、プレイ時間がぴったりすぎて、マスター同士っていうことなんだろうけど、あなたとやりたくないのよ、正直。エズがいる。エズがいる。サルピージャーね、トスも詰めて、手札補充も詰めて便利なので、これでいきますか。わお。わおな手札だけど。相手がね、エヴリアルの割にはそんなに除去スペルを持ってなかったんで、調査中出たんですよね。まあ、偶然手札が悪かっただけなのかもしれないけど。パスしました。このデッキはなるべくね、パスの方がありがたいですね。パス。様子見ます。はい。何出しますか。エズリアルでーす。じゃあ、変に出してもカウント詰められるんで、危ないくらいがちょうどいいぜ。ちょうどいいんだぜ。もう一回ザナっちゃうか。次 TF でドローしてもマナがブルーカードだもんね。イエローとかレッドやってもいないし、いざなっちゃいます。いざなって、いざなってパース。
バチューン。チャージ完了。これどうせね、出したところで間違いなくダメージスペル持ってるんで、だったらドローンを進めておとりにしちゃっていいよぐらいの感覚で捕らえた。ごちゃごちゃおもちゃ箱悪くない、悪くないけど、まあ今使わなくていいかな。ミスティック、どこにいても必ず見つける。ターゲット増やすぐらいならダイレクト食らってもいいかなと思うんだけど、どうしましょう。一応ごちゃごちゃごちゃ箱あるんで、手札増やしてブロッカーも出しますか。キノコパーティー、まあそうするわな、そうするでしょう。 OK です。止められないぜ、止められないぜ。ハルページ使っちゃうと手札が次ドローで溢れてドローできなくなるんで、ごちゃごちゃでドレッドウェイ行っちゃうか。ドレッドウェイ次に出すか。いやーでもターゲット増やしたくないもんな、エズリアルの。ミスティックがやらない。いや、相手は体力が危なくなった時のためにミスティックは取っておいて、これで、はい、どうどう。問題ない。でターゲットにされそうな気もするけど、出しちゃうか。いや早く、あ、誰かやってくれた、ありがとうございます。桜ダモンさんフォロー、青ラピタゴさん、すいません今見た。目指せトップ100ね。ね、さっきね配信開始した直後にね、まさにこの人相手にねプレミしちゃって、ちょっとね落ち込んでね、エクスペディションやってました。5まで下がっちゃったんですよ。プレミしてなんてこったって思ってたら、まあ寝落ちでゲームやったのも悪いんだけど、ランク戦やったのも悪いんだけど、なんででそれもあってちょっとね、個人的に使いこなしたら強いと思っているユニークな TS 採用型の方をやってるんですが、まだノーチラスは出せない。多分到着はもう入ってなさそうだから、ノーチをね、次の相手のターン勝ったら出したらもう、ね、恐ろしくバババババンって出てくるんで勝てると思うんだけど、どうしようかな。手札が多すぎんだよな逆に。一応ジョールで倒す。おお、いいの来た。痛みなど感じぬ。いいの来たとか言ったけどやられた。このままパスすると次手札が溢れちゃうんで、どうしよう。まあ、出しとくか。出しとくか。十兆られるならられるでしょうがないし、もしかしたらエズリアルの攻撃止められるし。深淵を覗くときってやつかい。やつかい。サーモ、うん、サーモ使ってくれたならいい。オッケーです。おっと、間違えた。進め。うーん。これでどうだい。そっちの方がいいか。
いや、これでどうだい。次ね、ノーチャス出したいもんね。引き上げろ。こうかな。に少しでも体力残しますか。うわ、痛そう。痛そう。で、出しまーす。深淵の呼び声だ。全然落ちて。チャージ完了。で、トスしまして、ドボーンってなって、そっか、サーモ持ってる時だけ不利だ。サーモ持ってたらちょっぴり やりにくいけど、まあでも一応ね、あのイザナイを2回使ってるんで、で、どうしよう。まずは除外。多分7やったら削りきれないと思う。まあ削りきれなくてもこの後まだまだ頑張れる。ほう。でも守備力、体力の方なんで、除外は無事にできるはず。バーストで一気にやられる。おお、まあまあまあいいでしょう。チャージ完了。除外、いやまだ早いか。いや、いいか、除外するか。除外します。除外します。 OK、 成功。ほんとイルーシブもいますよーとやって、除外します。宴の始まりで、で3マナで何ができるでしょうか。まさかのエズリアル用意してる。まあしてても別に大丈夫か。で、はい、まだまだいきますせと。もうこれでね、全員決まったら勝ちなんだけどね。3マナでしょ。凍結、このスタッツ無理っしょ。いいよね、これでね。ロールフィッシュにわざわざ変える必要なさそうだし。ああ、それがあった。でも、ミスティックショット。あなたの大好きなミスティックショットがあります。これで OK です。バンバンバン。このデッキ難しいけど決まるとすごく気持ちいいんですよ。海の上は収まらん。ユニットの無視して倒されることはあるから。悪道は無理して出す相手じゃない。あ、でもどうだろう。意外とこのデッチテンポ早いからな。でもな、ジョールぐらいだったら簡単にジョトゥられるんだよな。なんか取りに行っても、これでいいかな。これで早く手札回したい。ガンガン回して7ターン目にもういっちゃい、倒しちゃうような。あっちゅー、ま、でもパスして様子見ます。
あ、まあ、そっか。いいのか。いや、よくはないか。あっちゅうんだから、まあ、相手が何もしないならありがたい。特別なやつをこしらえたよ。ふむふむ。特別なやつをこしらえられましたか。サルページしてからっていうか。わざわざスタチック使うほどじゃないもんね。これで。こっちにも。何しますか。レーニングか。ってことは何か追撃を発動したい感じ。じゃあでも2マナか。2マナだったら追撃のためじゃないか。あ、ジャジド、ジャジドがいた。こいつそうだ、1マナだったら2つ立ち返るくせに。じゃあこう食らうのは痛いかな。こう食らうの痛いかな。でもね、これおもちゃ箱のために取っときたいんだよね。私が時間を稼ぐ。はい、あなたが時間を稼ぐんですか。困ったね、やべえな。まあブロックさえできればいいから、あっちゅう2枚でいいかなと思うんだけど。あんたもやるかい。遠慮しとくぜ。遠慮しとくぜ。こっちにも。こっちにも。おもちゃ箱欲しい。なんか真似したくなる。こうやられると真似する。わお、ごちゃごちゃごちゃ箱来い。来ない。さすがに、さすがにレックスとか来ても怖いし。よいしょ。いやー、どうなんだろう。ここはもう攻撃終わってるから。悩むな。まあでも何かしらするでしょ。パス。ほう、盗んでった。泥棒め。盗んでからの終わり。終わりですか。終わりですね。じゃあ出しときますか。こっちにしますか。こっちにしましょう。働かねえやつは沈めるぞ。その減らず口黙らせてやる。まあブロックさせちゃいますか。させちゃってから考えましょう。一応ね、脱獄もあるし、サルベージ。いやでも今回やばいな、全然ダメ。あの序盤に使えないし、ごダメは痛すぎる気がする。ごめんなさい、今見ました。ごダメは痛すぎた。そう、痛すぎると思いました。序盤にブロックできるのも来なくて、今後のためになるノーチラス回りも来ないっていう。で、TF まで来てくれないっていう。今回はね、かなり辛い。
まあブロックするために料理出しといて、でも出てるでしょ。うん、まあいいや。じゃあ食われるよりマシだ。すぐ攻撃してくるだろうから、これで守っとくしかない。さっきね、楽しいいい思いをしちゃったから、なんか今回は手札が悪いですね、というか難しいな。まあまあまあ捨てきます。孤独なポロが孤独じゃなくなる前にやられてしまったけど、まあしゃあない。どうしよっかな。まずおもちゃ箱かな。でもな、ポロを捨てる勇気がないんだよな、次のために。あ、でもそっか、スタチックがあるからいいか。スタチックがあるから手札補充して、よし、ノーチラス来た。ノーチラスしたら勝てるんじゃね。いざなっときます。おお、やっぱこのデッキ強えわ。どうも、今日サボりついて全く上がれません。そんなサボっちゃってるんですか、ダメですよっていう返事でいいでしょうか。終わり。これは次勝てるかな。勝てそうだよね。農地ってこんなに怪獣がえぐくいるんだよ。まあせっかくだからゾーンの悪道でもう一枚ぐらいいいのを引くか試しとくかな。今さらジョールはいらない。あ、いや、でもそっか、発祥せするのに使えるか。発祥せするのに使えるし、まあスペルのためにも、じゃあこうかな。ドボーン、ゾーンの悪度がもう一匹来ました。一匹じゃねえな、一人来ました。相手は別に処理できないでしょう。相手の大好きなレックスが全く歯が立たないやつなんで、バババババーン。で、イルーシブ3体がアタックと、安全は買うもん。イルーシブ3体がね、これ強いんだよね、イルーシブ3体のアタック。うん、相手はそこそこだいぶピンキらしいんで、イルーシブイルーシブイルーシブで、まあこれ3つ通って18でミスチックを引いてくるのを狙うっていうのもあるんだけど、まあ普通にこれは除外を使っちゃいますか。どうしよっかな。3だと、いや4ダメージ3マナでは手、まあいいや、確実に除外できる方を除外しときます。そしたらもうこれとこれでね、ブロックが、まあもしかしたら3のなんか出してくるかもしれないけど、出してきた、出してくるかもしれないけど、まあまあまあ、これティアサムなんで13がこれで、うん、手下にしてやろうか。ここでドローでミスチックしてればいい。ミスチック来い、ミスチック来い。来なかった、来なかったけど、まあいいか。ミスチック来ないか。ミスチックが欲しいね。まあ、降参ありがとうございます。強っ。このデッキはね、結構楽しいっす、気持ちいいです。ミラー、このデッキでミラー初めて。このデッキはジョールフィッシュと、こいつなんだっけ名前がないと TF、 あ、ミスチックはね、入れてない率もそこそこあるんだよね。どうなの、入れてんのかな。まあまあまあ、とりあえずなんかこれをこれでいい気がするんだよな。 TF ずっとできるし、 TF レベル6が狙えるし、トスだけいらねえか。イザナイはね、結構強いし、使っときたいの、イザナイ。同じの来た。
あ、ゴミよくせ、ゴミいっぱいでハッピー。こいつ入れてんだ。よいしょ。ゴミどこだ、ゴミどこだ。ノーチラスも落ちました。いらないも無事に落ちまして、相手もいらない落ちまして、上下出すことじゃないもんな。で、TF で、あ、止まった、トスってから TF で回復しつつ、回復しつつドローンをします。しみるぜ、しみるぜ。はい、で、どうしますかと。でかい目だな、あれ、いい男、いい男でしょう。じゃあじゃあじゃあ、まあパスだな。あ、ミスチック持ってた、もう満タイ。降りるぜ、ミスチック使ったからね。これで除外できそうな。こっち見るな。お願いします。除外できますね。除外しちゃいましょうか。これで相手の怪獣だいぶ序盤に減らせたのは強い。ゴミ切るか。これがブロックしちゃうと次に同職者で食われる可能性があるんで、ディープが間に合わないかもしれないから、1ぐらいは食らっちゃいます。 OK、 2ダメか。もう次にはこれ使って、もう1枚でディープ入りたいんで、入りたいんで、まずは、微妙、いらないと。これで、どっちがいらないかな。忠告で当てるか、当てるから。じゃあ意外とね、これがね、あの長引くと強いんだけど、短いゲームの時はあんまりなんで、こうして。相手まだ1枚じゃディープ入れないんで、で、無防備つけます。これは勝ったんじゃないかな。多分この人、この鉄の使い方をあんまりまだ理解してないかもしれない。で、これで OK。まあまだね、ディープ入れるカードが足りないんで、次にごちゃごちゃおもちゃ箱か旋回トーチかを引きたいんだけど、引けるかな。
知ってた。じゃあ買ったかな。多分。確信はしないでおこう。油断沈没。生け捕りすれば稼ぎは倍だ。倍だ。深淵の呼び声だ。まあこれ使って倒されるか。してろ、投げしてろ。まあでもうん、それでもこれ倒されてもいいかな。ディープ優先かな。ミスチック、ミスチックでティープする、どっちがいいんだろう。相手の出方次第だけど、ミスチックでティープして次のターンに頑張るか。ただ相手が、いや相手はまだ交換する手札を発揮して様子を見てきましたと。食われるのはどっちかね。なるほど、どうしよう。じゃあディープ入っちゃうか、入っちゃうか。これで倒してもこっちでやられるから、ディープ入っちゃいます。さらに深くいくぞい。もうね、相手が3枚もね怪獣使い切ってくれてるっていうのはね、すごく楽。でまあこれで取ってくるっしょ、多分取ってくる、取ってくるんだろうけど、いや、うん、取ってくるよな。攻撃無理してこれを今出す必要もないし、ないし、ない、ないか、あるか。イリューシブだから、これで取ってこられてスタチック、あ、ミスチックやれるってなんで、パス。狩りの時間だ。取ってくる。で多分終わりっしょ。終わり。食われるよりマシだ。食われるよりマシだ。目玉もうだいぶ切れてるから、うん、大丈夫だと思います。ようやく会えたな。さてさて、 TF 置いちゃうか。 TF 置いてもうね、別に全然展開できそうで、ブルーカードでいきたいと思います。俺も混ぜてくれよ。いい気分だ、いい気分だ。いらないとかしてたらまた強い。うん、いらねいらねって言っちゃった。突します。突します。ディープに入りましたね、相手も。ディープに入ったけど、ミスチックって除外しますか。除外だ。そこにいたか。餌の時間だ。降参してくれました。まあ、うん、降参しかないか。ノーチラスがフィアザムなんで、これでいい、これでいい、これでよかったと思います。グッド、テンキュー、ウッチーさんいいんだよね。うん、うちさんよ。ドレイブンジンクス、あー、これは相手がぶん回ればもうどうしようもないし、ぶん回んなかったら意外と TF とドレッドウェイが耐えてくれる。スタチックも持っとくかな。持っときますかね。この相手はスタチック持っとくか。いやーでもちょっと重くなるか。スタジックはやめとくか。重いか。
いい感じ。あっちゅう。本も持ってきたけどいいわよね。どうぞどうぞ。仮説通りね。よいしょ。こっちにも。こっちにも。うん、悪くない。もう相手の実機はね、事故れば弱い、うまくいったらえぐい。それだけ。どうしよっかな、使っとこっかな、使っときますか。全体一層はジンクスさえ出なければないんで、使っといていい気がする。いきなり攻撃されそうな気もするし。ほう、いい、いいよ。手札が増えるし、ユニットも補充できるし、どっちになっても転んでもいい。数が同じなら、なんか出してくんなら、ドレッドウェイも便利。で、ドレッドウェイを、もしくは場合によっては、樽にしちゃって TF で一掃もできる。どうしよっかな。次のターンに、次のターンにドレッドウェイで樽にしちゃうか。樽にしちゃったらドレイブン倒してもいいし、全体数も出てんだけど、ただサルページとが2枚も見えてるから TF のレベルアップ狙いそうな気もするんだよな。TF レベルアップさせたいな。そっちの方が楽しいから。アチューの人、有能です。間違いないです。ちょっとね、どっちのが良かったか分かんないけど、まあでも、トロもしてたし、多分ブロック全然間に合うんで、ブロック間に合うから、TF は、温まってきたぜ。TF は、その、進化頑張って路線でいいと思います。検証してみましょう。よそ者は来ないで。全ブロックでっかな。場合によってはレッドカードを使うけど、どうしよっかな。レベルアップさせたいんだよな TF。 ただ今 TF 出しちゃうとさすがに次のターン大変なことになるかもしれないんで、まだ TF は急がないで、よいしょ、長生き、長生きしてくれるやつを1個出して、お恵みを。あレッドカードか、レッドカードで使うかな、レッドカードで使った方が良さそうな気がするな。ドレイブン倒しときますか。いや、どうだ、エキサイティンで処理されるか。まあいいや、エキサイティン使うなら使ってくれって感じでドレイブン倒しに行きましょう。ジンクス倒しに行くの待つよりはドレイブン倒しに行っちゃった方が、あ、エキサイティン持ってた、持ってました、残念。これはさすがにレッドカード使いたくなるな。レッドカードか。ここはレッドカードだな。さすがにレッドカードにしましょう。遊びたいならいつでも乗るぜ。俺は人当たりのいい方で。論文だ。よく見ておけよ。ここから出してくれ。かな。で、ででででので、
サルピージ使いたいから無理してユニットは今は増やさない。悩むな。これもありだけど、とりあえずサルベージして相手に任せて、場合によってはブロック増やすし、ジンクスが出ちゃったらまたその時に考える。わお、いいやつ2つ。まあ、ノーチがレベルアップすれば問題ない。それパス。パスじゃない、オーケー。何もしない。ってことは処理できない？処理できる？ゾーンの悪道で、ゾーンの悪道で、ポロバイバイして、もう一度、様子を見る。ああ、うん、やっぱね、これやんなくてよかった。破壊されるの当然だった。じゃあ、破壊されまして、うん、面白い。降りるぜ。破壊されまして、どうしようかな、25か。ブロッカーやっぱでも増やしときたいですね。いらないも欲しい、使いたいけど、でもブロッカー増やします。 GF 強、 GF は強いっす。このデッキの、ディープがこんなに TF と相性いいなんてっていう。大丈夫、本で読んだから。本で読んだなら大丈夫だ、間違いないね。うん、さて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 、どうしようかな。 GF、 うん、スタティックイザーナイエチノコパーティー、できれば TF の後にサルページとか深海とかこれとか使いたいんで、スタン、あードレイブン倒しますか。混ぜてくれよ。輝く金。ドレイブンダウン。また来た。メインイベントが始まるぜ。相手ジンクスは持ってないみたいですね。まだ。これ使うと、ああ、大丈夫か。7、8、9。間に合う。間に合うし、コスト1のユニットがあればブロッカーも増やせる。これだと、次コスト1のユニットは増やせないんで。めっちゃ飛ぶな、ディープだ。あ、うん。いいかも、いいかも、いいかも。あ、いや、1枚で足りるけど。1枚で足りるけど、まあ、じゃあ、よいしょ。ごちゃごちゃおもちゃ箱のために、がならないけど。おぉ、僕が欲しいの、それよ。踊ろうぜ。仕事があるのに。エラネ氏はお断り。かな。ミスチック入ってるんで、場合によっては次ミスチックで倒せるんで。なるへそ。そんなにたくさんドレイブンばっか引いてんのね、この人。しゃあない。遊んでやるよ。まあこっちは次ノーキラスは出るんですが、出るんですがこいつしか出せないんだよな。
ちょっとブロックに力を入れすぎて、本来は怪獣をたくさん手札に揃えておきたいんだけど、全然揃わない状態になる。ただチャレンジャーで主張する以外に相手はいいのないから、うーん、トス一枚出しちゃいますか。遊びはまた今度だ。この二人そんなに仲良かったんだ。野ちら掃除さん、いいんだよ、ジンクス出して除外してあげるから。あ、違う、除外するやつはマイナス4だから今回出せねえか、出せなかった。悩んでます。さっき早くしろって言ってたけど、今度こっちがいるか。エンドしてくれました。トスします。で、まあ何出したところで、で状況は変わんないかな。出しちゃっていいっすね。出しちゃいましょう。むしろ、まあ、ノーチタラス倒す術もないから、どっちが順番どうしようと、多分展開は変わんないはず。いや、俺の金は？ドリーブン、また後で。これで行きます。新品なんだ。6冊ギロチンもまあ入ってないだろうから、入れてるの見たことないんで、多分順調に行くんじゃないですかね。どんでん返しだ。どんでん返ししてくるか。どんでん返しか。ジンクスね。壊すためにあるのよ。建物も人もみんな、ね、ジンクスはね、除外するためにいるのよ。イエス、強い。 CF 型のディープは強いです。海は決して忘れない。よ、なんだこれは。このデッチはなんだ。コリーナコントロールだったら Y 入れるよね。イリスオンリー、超アグロな感じ。アグロは嫌いだって言ったでしょ。アグロは嫌いなんですよ。パス、パス。アグロかコリコン的な方かどっちでしょうね。とりあえずパス。いいです。やだ、怖い。まあ雲を倒すために。雲を倒すために出しといたけど、この子たち噛むわよ。攻撃しに行ってメスチックでエリス倒しちゃってもよかったのか。それよくも。まあでも基本的にこっちはのんびりでいいからな。様子見る？いや、出しとこう。どっちにするか。エリス、いやでもそこまでして急いでエリス倒す感じでもない気がする。パスで様子見。フ
こう。何もしない。まずはじゃあ手札を回す。TF と。何もしない。なじちでも打つのかね。じゃあなじちが来たらミスティックでもいいし、樽で攻撃しに行きましょう。ディープディープなのに序盤からこんな攻撃ってなの初めて。そっちか、こっちか、牢獄の方か。なじちだと思った。ボックスの方でした。おー、終わり。ごちゃごちゃおもちゃ箱。ってことはじゃあこれアグロじゃなくてコントロール系だね。多分。コントロール系だけど、まあ手札回しに TF 行きます。フェアなゲームに負けたことはない。いい気分だ。ノーチラス確保できました。どうぞどうぞどうぞ。あー惜しくもスタチックが使えない。サーモ、手札空っぽで大丈夫です。よいしょ。よそ者は来ないで。来ないで。わあ。ノーチラスは来てくれてるけど、なんかなんか、なんだかなぁな、手札。とりあえず、パスしちゃうか。パス、でも6万あるからね。どっちみち使うだろうから、スタチックやっときます。ノープロブレム。TF が来ましたと。うん、めっちゃコントロールエッジですね、相手。胴体の目覚め。はい。ここは、ここはドローしに行きたいけど、レドロスとかコリーナとかポンポン来ると嫌なんで、レッドカードで除去しときましょう。混ぜてくれよ。お互いにあのブロッカーとして使いたいのにアタッカーになるっていうぐらいに遅いできで25か。ごちゃごちゃおもちゃ箱でこの辺捨てるのは惜しいからパスかな。もうノーチラスは出せるけど、相手の敵的に破滅持ってるよね。とりあえず攻撃します。捕らえた、全く問題ない。終わらせる。ごちゃごちゃやっても多分船外統治してそうな気がするんで、ごちゃごちゃいきますか。どれどれ。
相手ユニット全然出してこないから、まあ、ごちゃごちゃ残しとくか。来なかった。じゃあ一応様子見しとくけど、これで見つけた。エンド。ほう、何もしない。ノーチラスのために絶対警戒してるんで、これに対して対応するか否かと思ったらお前が出てくるのかい。で、どうしよっかな。いや、まだディープできない可能性のが高いんで、パス。行くよ。打撃。打撃によって破滅は打たれないけども、あ、これ来た。じゃあもうノーチラスバンバンいけるんで、相手のターン、いやーでもどう考えても警戒してるもんね。なんかまあいいや、とりあえず様子見ます。すげえ戦いにくい、絶対破滅持ってる、何もしてこない、何もしてこない、そりゃそうか。ごちゃごちゃで、ごちゃごちゃで、スティックがいらないかな。ごちゃごちゃで、ごちゃごちゃで、様子見て、糸。本当に無難なことしかしてこないな。じゃあ、前回の得意で、様子を見て、何もしてこないんで、じゃあ、ノーチラス行っちゃいますか。ノーチラス行って、倒させるか。絶対持ってるけど、何もしないと始まんないもんな。どうぞ倒してください。復讐の方か。破滅も復讐も持っとるか。まあノーチラスやっても絶対なんか来るんで、これくらいにしとくか。捕らえた。どうぞ捕らえてください。どうしよう、引いとくか。悪劇どうぞ。手札デッチ切れで負けそう。破滅も復讐もある相手にレドロスあたりを出してくれて、
辻のターン、ノーチラスからのいろいろできればいいんだけど、やらせてくんねえ。嫌なやつ。こんくらいにしとくか。十分倒したいぐらい強いっしょ、相手にとっては。悩んでる。来た。コリーナ。うん、来た。見て、私の結束。コリーナが来ました。となると。除外して、いやーでもね、ダメージまで足りないよね。TF じゃないな。除外レドロスのためにもっと期待値もするけど、まあ2枚あるんで。除外しちゃいましょう。わお！戦いにくいぞ、コリーナコントロール。あんまり経験もないし。ここでノーチラス出したって絶対破滅打ってくるでしょ？ TF ぐらいにしとく？ TF ぐらいにして破滅を打たせるか、ダメージを単に与えに行くか。遊びたいならいつでも乗るぜ。ユニットはね、だってレドロスとかそんくらいっしょ。ああ、厄介な回復がいいのか。うん、まだまだ中あるんだよな。いらないで様子見します。やべえ、すっげえ戦いにくい。何もしない。かな、破滅。よし、じゃあ攻め時だ。オールインだ。いいです。噛まないから。破滅来た。破滅が来ました。これは勝ったな。破滅が来たのでノーチラスが出せます。よし。さあ、でも復讐持ってる可能性があるか。復讐一回撃たれたけど、どうだ。
持ってた復讐持ってるか。デッチ尻を起こす。悪デッチ。フィニッシュ。レドロス。なんということだ。勝ったな、多分。残り1枚。レドルスなんで、まあ、ノーチラスから出すか。1マナだから問題ない。で、宴の始まりだ。残りデッチ1枚。どうにか勝ちました、多分。で、これはラストにしとけば2体の攻撃を防がない限りは勝てる。よかったー。コリーナコントロールに、万全なコリーナコントロールに勝てるディープデッキでした。